小岳は秋田県山本郡藤里町にある山である。標高は1042.3メートル。山頂には山東三角点、小岳が設置されている。白上山地は山頂が高い樹木に覆われ見晴らしは決して良くない山が多い。しかし、小岳は山頂部が低木で覆われており、山頂からは白上山地の遺産地区や岩木山が一望できる。 根ぶかまことは、この小岳を、白上山地では、天狗岳に次いで眺望の良い山としている。青森県との県境の山のように見えるが、山頂部はわずかに、秋田県側に入っている。小岳は、古くからマタギラにより登られており、山頂に置かれた江戸時代の古戦を、青森のマタギが持ち帰ったとする記録もある。青森のマタギはこの小岳に対して、藤里駒ヶ岳を、 大岳と呼んだ。山頂部は、世界遺産地域の干渉地域にあり、高山植物群はロープで守られている。高山植物はコケモモ、午前立花、姫一毛、白山尺投げ、マホツツジを見ることができる。小岳の少し北にある、青鹿竹の鬼の壺という霊気が、岩の間から出ている場所に、ハイマツの群落がある。 本州ではこの青鹿竹を含む小竹付近の廃末が、標高が最も低い場所にある群落となっている。白神山地にはこれらの他に、岩森竹、白神竹、向井白神竹にも廃末の群落があるが、この5箇所の中で小竹のものが最も大きな群落となっていて、最も簡単に観察ができる場所となっている。このほか、赤身の犬継ぎや三山なら、峰ネで、 七日窓、キャラボクなどが山頂部を追っている。小岳山頂区にある山は、青鹿竹蘇波里ダムのダム湖公園まで、舗装道路となっており、その奥は、霞林道、大滝林道、小岳林道をたどり登山口へ到着する。登山口には駐車場と巡視管理小屋、トイレがある。ここから1時間30分程度で山頂に達する。登山口からワニルートの登山道が分岐している。 山頂部付近にはいくつもの巨石があり、登山道は巨石の間を通っている。巨石が広がって分布しているのは、下のため山頂部から移動したのではないかとも言われている。冬季には頂上東側に雪肥が長く追い出し、万里の頂上と呼ばれる雪包みができる。ありがとうございます。